アブロマンチェスターマンチェスターアブロマンチェスターは第二次世界大戦初期のイギリス空軍で使用されたアブロ射程の爆撃機である。1939年に初飛行し大量生産が計画されたが搭載していたロールスロイスバルチャーエンジンが不調のため満足に活動できず生産は約200機で打ち切りとなった。そこでエンジンをマーリンエンジン4発装備とした方。 マンチェスターさんが試作された。この機体は名機アブロランカスターの原型となった。1936年にイギリス空軍から出された総発中型爆撃機の使用ので、結果的には本機が使用に第三の垂直尾翼を設けることである程度は解決したが、それでも機体背部の重座が起こす安定性不良は最後まで付きまとった。 これらのことから部隊での評判は悪く、1941年2月にウイジンを飾ったものの1942年6月末には爆撃機部隊の第一戦からは退役してしまった。しかし、機体自体は優れていたので主翼を再設計し、マーリンエンジンを4機搭載した方、マンチェスターさんが1941年1月に試作された。後に、 アブロ683ランカスターと解消された。この機体はテストの途中で装備翼の面積を増大したところ、機体の不安定さが解消されたため、直ちに量産命令が出された。これが後にイギリス空軍の4発爆撃機の代表となるランカスターとなった。これ以降の製作中のマンチェスターの胴体はすべてランカスターに転用された。マーク、愛および、 マーク IA の図面。ありがとうございます。